今回は木村屋のパンモカディニッシュですね。お気づくの方もいると思いますけども、連続で3本取ってます。ということは3個連続で食べてます。こちらの方は304キロカロリーなんで、3個連続で食べても、あのペヤングの焼きそばのダブル、あちらがね1000キロカロリー以上ありますからね、あれ以下ということでございます。さすがに込み上げてきました。3つ食べてもまあいけますね。そんなに量としてはたくさんではありません。カロリーも全部で900キロカロリーでちょっと取りすぎなんですけども、もうちょっと抑えたいところですね。700キロカロリーぐらいに。しかし3個目食べようと思います。モカディニッシュ。モカっていうことはコーヒーかなんかでしょうかね。クロワッサンのパン生地がとっても美味しい。こちらの方いただきます。一番ポロポロしますねこれね。ちょっとビターな甘さ、やっぱり木村屋のパンのロールシリーズよりもこの平べったいシリーズね、高いだけあってちょっとね、生物って感じしますね。でもね、あの木村屋のパンに行って作った当日の食べないとこの美味しさはなかなか伝わらないと思います。私今朝買いに行きましたんでね、もう12時間ほど経ってますね。いただきます。おいしい。ということで今回ね、視聴者さんプレゼントのパンを買いに行った時なんで、ものすごい買ったんですよ。で送料が何万円かしましてね、全員に送ったら。でそのためね、自分用のパンが3つしか買えなかったの。今日今食べちゃったんで、またパンなくなっちゃったんですよ。まだしばらくしたら、あの岡山県笠岡駅前の JR 笠岡駅前の木村屋のパン、こちらの方にガサッと買いに行こうと思います。でいろんなパンあるんですけども、プレゼントにできるのはあのなんとかロールっていう類のものだけになっちゃいますね。あとはちょっとね、足が速いっていうふうに思いますんで、ちょっと難しいかな。あと季節柄これから暑くなりますんで、万が一のことがあっちゃいけないんで、ちょっと基本的にね、パンのプレゼントちょっと考えないといけないかなと思います。なんかのプレゼントします。でも木村屋のパンの中でもなんか保存が効きそうなやつね、ああいったものを中心にプレゼントに入れていこうかなと思いますんで、ローカルなチェーン店だと思います、木村屋のパン、岡山県初。こちらの方のパンね、ご希望の方はこれからもねプレゼント企画やりますんで、ぜひ応募してください。食べ物が届きます。私の食べているこのレビューしたものがね届きます。前回のプレゼント企画では、まあ、パンもプレゼントしたんですけども、一緒にねあのペヤングの焼きそばと、あとほら一風堂のカップラーメン、高いのがあったじゃないですか。あれを何食かをセットにして送りましたんで、結構食べ手があるんじゃないかなと思います。ぜひお楽しみください。いつもご覧いただきましてありがとうございました。それでは木村屋のパン、また会う日まで。